Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はブローステッパー肩のチャンス、先頭2番手は肩のチャンス、あと 200m 肩のチャンス、先頭だ残り 100m 肩のチャンス、厳しいかファインダーズフィー、ファインダーズフィー、ファインダーズフィー、1着2着にはどうやら肩のチャンス、ファインダーズフィー、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はビッグジャグ、ビッグジャグ、先頭カタノモア抜けた、イエローカウンター、カタノモア追いすがります、イエローカウンター、イエローカウンター、1着2着にはどうやらカタノモア、勝ったのはイエローカウンター、見事な勝利です。に続き今週はボボのクラシック第1弾サツキ賞、最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のエアシャカール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはミレニアムサマー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミレニアムサマー花に立ちます。その後ろからはビショップシューズ、この馬も上がっていく構えです。さらには大宅リーバ、9番オートリーディッシュ、その後ろアグネスフライト、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはビショップシューズ、その外にミレニアムサマー、大宅リーバ、そのうちに続いています。その外にオートリーディッシュ、キャッスルモール、そのうちに続いています。好位置をキープしています。片野朝日、その外からナイトテール、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気の片野朝日、現在先団です。では前の方から、先手を取ったのは大宅リーバ、白の帽子ビショップシューズ、その後ろこれに続いて肩のソード、並んで9番オートリーディッシュ、エアシャカール、この馬もこのグループ1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。ナイタクリーバー先手を取りました。すぐ隣にビショップシューズ、さあ先頭はビショップシューズ、まだ粘っています。ナイタクリーバーほとんど差がありません。肩のソード3番手肩野朝日、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はナイタクリーバー、その外からはエアシャカール、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はガイタクリーバー、ガイタクリーバー、先頭残り 200m、 先頭はカタノアサヒ、ガイタクリーバー必死に追いすがります。2番手はイーグルカフェ、やはり強いカタノアサヒ、カタノアサヒ、ゴールイン、カタノアサヒ、1着2着にはどうやらイーグルカフェ、これが世界の実力だ、カタノアサヒ。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは片野コスモス、サマーレーサー先頭、2番手は片野コスモス、あと 200m サマーレーサー先頭だ。残り 100m 必死に追うサマーレーサー、2番手はクラシックアローン、先頭はサマーレーサー、1着でゴール、サマーレーサー1着、2着にはどうやらクラシックアローン、勝ったのはサマーレーサー、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はキャンブルローズ、キャンブルローズ先頭、2番手はシャープネイティブ、ボイスガル、フューチャーサンデーいっぱいになった。キャンブルローズ先頭、残り 200m キャンブルローズ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。フューチャーサンデー、フューチャーサンデー、ゴールイン、フューチャーサンデー1着、2着にはどうやらカタノブライス、フューチャーサンデー見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。
Thank you.
いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ、日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ、最後は大外枠のハレノプシスゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。枠は揃った、綺麗なスタート。さあ、先行争い、何が花を切るんでしょうか。トゥーザビクトリー前に行きそうです。続いてカタノピレネ、内からは AM オペラ王、赤の帽子ミッドナイトベッド、その後ろすぐ隣に名勝ドトー、その後ろからはダイワテキサス、内からはクラウドブレイブ、アグネスフライト、そのうちに続いています。その外にマチカネ金の星、最後方にレアシャカール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはトゥーザビクトリー、その外に名勝ドトー、カタノピレネ後位をキープ、すぐ後ろにエアスマップ、その隣にシルクプリマドンナ、その横にエリモブライアン、ミッドナイトベッド、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気のカタノピレネ、現在先団です。アグネスフライト、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方から、先手を取ったのはトゥーザビクトリー、さらには名勝ドトー、好位置をキープしていますカタノピレネ、その外からエアスマップ、並んで11番鶴丸剛、ミッドナイトベッド、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてトゥーザビクトリー、名勝ドトー、ほとんど差がありません。3番手にカタノピレネ、絶好の手応え、カタノピレネいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ、先頭はトゥーザビクトリー、カタノピレネ、2番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。おっと、1頭競争中止か、鶴丸剛、競争中止です。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。カタノピレネ、2番手はアグネスフライト、カタノピレネ1着、カタノピレネ完勝、カタノピレネ1着、2着はアグネスフライト、これが最強女王だ、カタノピレネ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.